んのね、やんのでさ、あのキーボードっていうのはさ、その頃なかなかいなかったもん。でキーボードどっかにいないかなって、でああいうアルバムを聴くとね、フェンダーローズの音とかさ、ああいういい音って出るんだと思ったら、後輩に久米大作っていうのがいるって言ってね、で久米大作がそれでフェンダーローズも持ってると、これは一緒にやるしかないと思って、それであとはね、まあドラム、これはね、あのノロなんかはね、あのドラムを持ってったと思ってるかもしれないけど、あのその鈴木徹っていうやつがドラムでいたんだけど、そいつはねもうね抜け、カシオペアは抜けてるっつってね言ったから、でちょっとやってみようかっつってやった。鈴木徹君っていうね、通称リカっていうやつだったんですけど、その当時、カシオペアよりも先にプリズムがデビューした時にプリズムに入っちゃったんですよね。まあ良かったねって言ってましたけども、生きやがってとかねそんな感じはありましたけどね。なんかそれをなんかかさらってったみたいに思ってるみたいで、そうじゃないんだよで渡辺謙が入って、で後にその伊藤浩輝っていうのがキーボードで入って、でツインキーボードね、これはね割と計算した通りだったんだよ。で森園君もね、よく来て、森園君なんて言うと変だけど、でも君、森園さんかな俺より3つ上だからね森園、うん、でも森園君がちょっとその頃あまり何レギュラーのバンドがやってなくて、じゃあ一緒にやろうかっていうことでさ、とりあえずちょっとやりだして、あと森園君がなんか森園君名義ので一回俺らもプリズムでこうバックバンドみたいのを確かやったんだよね。それはねチャーと武田和夫と森園三大ギタリストみたいなの後楽園の球場のところにテント張って、なんかサーカスのやつと一緒にやったコンサートで、まあそれらもあって、じゃあ森園君もやろうってことですね。でファーストのアルバムにはもう森園君はね半分ちょいは入ってる、うん、でもあのトルネードっていう超ややこしい曲なんだけど、それはもう最初から達成前、とりあえず発売日の発売して1時間ぐらいでもう品切れになっちゃった。それでまあデビューコンサートになった時の目黒の駅から杉野高度っていうところにさ、何メーターぐらいかな、500メーターぐらい人が並んだんだ。そんなすごい人気ぶりからギターメーカーのグレコは和田明を CM に起用。これは当時の貴重な映像である。ギタリストのためのギター、 Go from Greco。